はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。ついにね、うちにもね、ドギーボックスが届きました。ドギーボックスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まだね、ちょっと開封してないんでね、何が入ってるのかなーなんて思って、他のね、YouTuber さんのとことかにもね、いろいろ届いてるのをちょっと見たりとかしたんですけどね、ついにやっとらチャンネルにもドギーボックスが到着したよじゃあ開封してみたいと思います。ね、ポン。やっとらチャンネル、じゃらーん。まずは油紙みたいなのが入っておりますね。油紙って言わねえのか、なんていうのと思って。わあ、すごい。これはなんだろう、宇宙ですね。宇宙、宇宙。ね、こういう感じでね、なんだろうな、これ牛皮みたいなのとささみジャーキーとビスケットですね。ビスケット、もちろん国産って書いておりますね。ここに並べてみようかな。ジャーキーとビスケットと、すいませんね、ちょっと本が入ると一発で見えなくなってしまう。フリーズドライ馬肉って書いておりますね。馬肉。あとおもちゃが入ってました。車、ドラッグレースで使うような、ちょっとね、入っておりましたね。かわいいね。ちょっとポンだとね、ちょっと口の中にポーンってポーンって入ってしまいます。そう、感じのね。リリーちゃんと遊ぶならちょうどいいね。あとね、歯磨きかな。犬用のね、歯磨きブラシ、あの360度ぐるりのね、歯ブラシ入っております。これ助かりますね。わわわわー、何その効果音。とね、なんだろう、これ宇宙船鉄砲、なんか鉄砲が入っておりました。ポーンって飛ぶやつですよ、ポンちゃん。ポーンって。なんなの、ポン絡み入っておりましたね。これポーンっていうポンちゃんのあれかな。ちょっとね、うちポン、あのリリー以外はね、中型犬、大型犬なのでね、秒で壊してしまうんじゃないかなと思いますけど、ちょっとね、これはプープーってなるのかな。なりますよ、リリーさんが入っておりました。こんな感じでね、可愛らしい、ワクワクがいっぱいの街で一番大きなおもちゃ屋さん、楽しいおもちゃがある、あふれ、ね、老眼かな、目が見えない、ありすぎてどれにしようか迷っちゃう、本当は全部頼む欲しいけど今日はおもちゃに決めた、このおもちゃに決めたって書いてあるんですね。目の見えない。おじいちゃん、皆さん老眼が始まっていますか。私は始まったような気がしております。話した方が、まあ、目の焦点が合うっていう、ね、老眼っていうね、おかしいな。このビスケットちゃんがね、エッカリスビスケットブルーベリーエキスだって。すごいね、瞳に健康だって。お、乳酸菌がね、入ってるみたいですね。カフェアカフェカリース、メネネ菌が、ね、免疫力向上のだって、これ。リリー、お前、B に気をつけてるんだからいいじゃん。それでリリーにビスケット。早速あげてみようかな。早いでね、こっちか。ささみジャーキーも、広島県産のハーブ鶏を使ってるって。お前、ハーブ好きじゃん。低温風でね、じっくりと完成させてね、ささみジャーキーは香ばしくて甘い香りとして、さっくりとした食感だった。ちょっとパパ食べてみる、ちょっと。でね、あとこれね、馬肉ね、フリーズドライの、ね、馬肉ね、新鮮な馬肉を使った道のくのファームだって。お前ファーム行ったことあるけど遊ばなかったね。馬肉を使っていると、タンパク質を多く含むので皮膚や健康なんです。いいじゃん、お前。ま、ドギーボックスさん届いたのはこの種類でした。ダフンダフン、ありがとうございます。パパが食べてみましょう。まあね、うちはね、恒例でね、初めてくれるもんはね、パパが独身しますよ。ドギーボックスさんのささみです。ささみ、うん、柔らかい、サクサク。ほら、いいです。お味はちょっと鼻が詰まっているので今無理です。うん、リリー食べております。ポンは、はい、
本当にサパサ口の中の水分持ってかれたろうね。ささみ、おー、でもささみの風味がしますよ。次はね、ビスケットだって、ブルーベリーだって、ブルーベリーの、お、サクサク、あ、こりゃうめえわ。こりゃうめえ、リリー、これうめえぞ。パパの国の時、ごめん、こりゃうめえわ。マイパン、ガーッていけよ、男らしくよ。どう？うん、これ美味しいよ。ビスケットも美味しいですね。次は馬肉、馬肉ですよ。ポンが遠くで、うん、遠くで食べてる、取りはしないよ。おお、これは匂いがすごい反応しておりますよ。でもパパが食ってたからね、なんか出た後リリーのよだれがついた。うん、繊維質がビンビンですよ。これはみんな好きですね。はい、やばすぎよ、男らしくよ。なんだ。転がってきたのをリリーが食べてしまいますよ。食べんのお前、リリーがすごい食べますよ。うん、これパサパサ、うん、うん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 、鉄分豊富な味がする。フリーズドライの、うん、うん、馬刺し。うん、この香りがファーッと広がるね、さっきのブルーベリーとともに。どれもね、人間にもね、ワンちゃんにも、ね、良さそうですね。ありがとうございます、ドビーボックスさん。でおもちゃね、これ歯ブラシはね、今ね、グリグリやってもね、ちょっとあれなんだけどね、年にこの前ね、お前一番ビニビニを気にしてる乙女なんだから。ドラッグレース風がね、これ開けてみたいと思います。うー、興味ありますね。ちょっとね、このタグをね、飲み込んじゃうとあれなんですけどね、プチンと。よし、うわーうわー、ぬいぐるみ風のね、音はね、真ん中鳴るみたいですね。ここだからさ、結構グーって噛む子じゃないとね、ちょっとリリーの歯ではちょっと多分鳴らせないですね。はい、大分県のポンちゃん、みんなこういうとこ好きだよね。はい、リリー、ほらドラッグレース、おえや。じゃあね、今度はこの鉄砲ね、なんだろう、この日々未来的なね、うんって出るのかな。ちょっとじゃあこれまた食べとってきますね。あ、これもだある。やっぱね、ドギーボックスさんのね、他のチャンネルさんのも見たんだけどね、みんなね、この全部音が鳴るようになっておりますね。まあね、ドギーボックスさんからね、届いたおもちゃ2つ入っておりました。ふわふわでね、まあね、安全なおもちゃですね。こう縫いとかもしっかりしててね、縫い目とかね、ポッツレとかも全然簡単にはね、いかなそうな感じです。アグラとしてね。ドギーボックスさん、ありがとうございました。以上ね、ドギーボックスさんが届いたね、紹介でした。じゃあ、またね。チャンネル登録してまた待っててね。よろしくお願いします。じゃあねー。